どうもこんにちは、おっさんゲームズです。皆さんお元気ですか？僕は風邪をひきました。4、5日動画を休んでしまい申し訳ございません。治りかけております。よし、頑張っていこう。はい、ボクシングで完全回復を目指します。エリーザプロと戦うぜ。ラウンド1頑張ろう。よし、行くぜ。省エネでいきますね。よし、おっとダメだ。オッケー。マット以外はそこまでね、敵じゃないと思いますんで。ちょうど、いや、そうでもないか。やばい。勝つんだ。皆さん、風邪ひいた時はよく寝ましょうね。僕ちょっと忙しくて寝れなかったんですよね。なんでちょっとすごい長引いております。よく温めて、そして、栄養があるものを食べる、消化にいいものを食べるっていうことが大事ですね。あ、やばい、頑張ろう。 OK、 うわっくそ、闇上がりなんでうまくいかない。 OK、 うわ、やばい、あ、やばい、くそ、タイミング合わない。オッケー。オッケー。ダウンは取れなかった。ラウンド2。あと喉が痛いときは、ありきたりですけど、喉飴食べるといいですよ。喉飴何の効果があるのって思ってたんですけど、結構良かったです、喉飴食べて。なんかニュースでよく見たんですけど、今日冬至らしいですね。なんかゆず湯とか、なんていうんですかね、そういうのがよく、ニュースになってました。だから、あったかいお風呂に入ってね、湯冷めしないように注意して、いけばいいんじゃないかと思います。よっしゃ、当たった。病み上がりなんで、滑舌が悪いんですよ。完全復活の人をお待ちください。よし、これ動ける。よしよしよし、クリスマスはマットと再戦ができるんじゃないでしょうか。さあ、来い。よし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 、来い。よし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 、ダメだ。 OK、 ノックアウトで終わらせてやる。熱も37度1分下がってきた。大丈夫、今ならノックアウト取れる。来い、ダメ、オッケー、そう、集中だ、オッケー、勝てんじゃないですか。起き上がるなよ。おお、そうきたか。畳みかけてやる。ダウンを取りたい。もう一発、あ、くっそ、あ、ダメだ、判定か。勝ちました。
ノックアウトは取りたかったんですけどね、ダメでした。はい、というわけで風邪ですけれども、なんていうんですかね、そろそろ治りそうな状況なんで、もうすぐ動画投稿再開していけるんじゃないかと思います。はい、というわけでご視聴ありがとうございました。ではまた次回。